できました。ラック仕様のガルダヒッチ。OK。最高の眺めやね。よし、完成。おはようございます。やってもうたっす。カメ、そんなんをビャーってちょっと言ってビャーってなっただけでうわーってそんなんハヤブサさんっていけるいけるってガーンバコーン、もう最後汁ぐちゃーなんてもう登り切った瞬間にはもうぐちゃぐちゃなってるみたいな、こんななんでね何百万も出した車がこんなチーンさあそれそんなでも本人はあの何て言うのあのブログに上げるの楽しいから何本かこんななっちゃったわってそらおもろいけどこっちにしたらおもんないもん。ヤフーブログってのはまだ続い終わっちゃって、まあだからまあそこの違いやな、どんだけやんな、みんなを楽しませれるかやな。陽一さんはアメブロとか、あ、やる。サービス終了するから、検索を受け付けたりとか、アメブロを調整します。はいはいはい。僕らだってヤフーブログを知り合いとして、俺が10年走ってきた中で、四駆乗りの一番好きなところっていうのは、出てるところか、潰れてるところっていうのが好きなんやなっていうのは、俺を感じてんで、でもそれがまあみんなを盛り上げてるのもあるよね。まあそれがでも仲間として一緒に走ってて、あ、潰れたけどこれクリアできたな、これがあの、一個の、あのクリアの男の勲章やなっていうのもあんねんね。まあそれはあの否定はできないけど、今まで走りに行った中で本当に横転じゃないけども帰ってこれんくらいになるようなそんな、まあ、パンク下だったら横転とかそんなで大きな腕折れたんですね。僕も腕折れました。僕は腕を折って、ね、あの彼と走ってる時に彼に助けてもらって、ね、そこから深夜の2時に、その全然知らん地域で 病院行って、で地元の人にみんな助けてもらって僕の車をわざわざ下まで運んでもらってっていう、そういうこともありましたよ。過去にはっていうかつい最近ではなくて、それがほんま結構ですよね。前やな。その頃に結構そういうちょっと何ちょっと激しいところを遊んでたんですけど、そんなちょっと重いかなと思って、もう7年前ぐらいですかね、彼と走っている時に、まあ、MKY っていうね、うん、通称 MKY っていうんですけど、めちゃ怖い山っていうそれでもう MKY っていうんですけど、ね、それで一緒に走っとって、で、なサダさんとかと一緒に、サダさんはみんな帰ったもんな、あの夕方に帰って、で彼と、その怖い山で登り切ったところでキャンプしてる。で2人ですごい黒缶楽しめてかつ野宿もできるみたいな感じで、はいはいはい、でそこでキャンプしてて、で、地元のやつが「ああのタッコンさん来てるんですか?」って「行きます」って言って「登ってこい」やったら「
怖くてよう登りませんはぁ、でもまあ二人でキャンプしてもう酒飲んでんのに、うんうんうん、で迎えに行ってんな、しゃあないから津田のか、それが間違いです、ね、それが間違いで、それでやっちゃった。で夜でもう見えへんくて左側からバコン落ちて、で倒れた時に僕、うん、シートベルトしてなくてバーンって投げ出されて、で手ついた時にボキーって、ロングで結構窓開けてたらね、なんかとっさに手つこうとしてるみたいな、でそれで手ついてグニャーってなったんやけど、痛くて分からんかった。そうですね、なんか前ちょっとこのピラーとか結構出ますみたいな、左が全割れのフロントガラス割れて、うん、でその時に直人君後ろ走ってたからウインチで引っ張ってもらって姿勢立て直して、でパッと見たらもうシフトとかボキン折れたりな、でも手グニャーってなってて、うわやばいわ、直人君これちょっとやばいわって言って、地元のやつ、あの家の走るやつがね、あの飲んどったんで、俺ちょっと手折れたわって言ったら助けに来てくれて、でその時にまあ、あのその飲んどった3人のメンバーが、あのその麓まで俺のジムニーを、あの、まあ、下げてくれたんと、でその一緒に来てくれたやつが病院を連れているとか、で直人君が次の日に僕の道具を全部直人君のテントとか上に立てる、それも全部自分の車に乗して僕の家まで運んでくる、でそれを、まあ、嫁はんが見た時に、もうやめたって言われました。まあまあそっからちょっと僕ね6年ぐらいやめとったんです。あっ、はい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 、直人君と一緒に走った後ぐらいからやめてたんです。でまあ今ですよ、ね、うんうんうん、もう6年、うん、7年か8年ぐらい、まあ、徐々にこう、うん、また雪解けじゃないけども、まあ、そうですね、うん、さあそのまたこの与力さんも始めるこの、あ、そうですね、やってきてるっていうか、で久しぶりに与力さんと久しぶりに走ろうかって言って、うん、でまあキャンプとかしようかって言ってなって、うん、たらまあみんなまた久しぶりに会いたいなってなってなった感じで、でまあ今日につながるとこもあったり、マクに決まった引っ張られていやでも与力さんはでもずっとまあ何やろうな、連絡取ってるっていうか、なんかたまにあの聞きたいことがあったりとかあったら連絡してる感じやったんで、だからほら ツイッターも最近でもないけども、その会話の中で、あ、もしかしてあのタッコンさんかなってだってどう考えても普通にはつけないじゃないけども、でタッコンって名乗っとったら、まあ、もしかしたらツイッターでも名乗るんじゃないけども、ですぐフォローして捕まってここの会話がまたその昔のまんまだからまあ、まあ、昔も動画の部分しか僕知らないんだけども、そのあこの感じやと思って、うん、で変わんないですね、こうなんていうかな声かけ合うじゃないけどもあの2人の会話の中に無理やり突っ込んでってまあ失礼なとこはいつまでになっても変わんないですけど、ね、いやいや、もうそこは、うん、あの負け、僕が負けてない感じでそれこそもうガンガンね、いつまでになっても失礼な感じは変わらない、もうストーカーチックじゃないけど本当にこう、でもそこでまあその何て言うかな、あの心を開いてくれたじゃなくて、それが去年のゴールデンウィークにまたつながって、すごいですよね。でも富山から来るかな。いやだから、いやその各県に一人はそんなバカみたいな、僕みたいなバカみたいなやつおると思うんですけど、まあ、富山代表そんなことはないですけど、ね、のそんな感じで。ユリさんも結構いろんなとこ行ってますもんね。富士山行ったり、うん、行ったり行ったりでしょ。あ、ジムにはずっとね、そうですね。まあ行動範囲はな、俺らとは段違いだもん。でも黒缶は島子なんですよ。
黒川さんは行ってないですか。一人じゃ行かない、うん、でも桂山行ってたやん。桂山はマーさんと一緒に行って、うん、あれも大概やん。桂山やばいやつやろ。よう行ったな思って。桂山って場所どこなんですか。あれは茨城です、ね。まあ、やばいやつや。栃木ですか。うん、だってマーさんの実家の息のかかった場所、うん、だって桂山って出入り口からやばいもんな、うん、あれ、うん、まあ行って別にまあトラブルなかったんやけど、トラブルあったらもう帰られへんな、うん、あと遠いとこ行ってんな。そうそう、プロ関連接者は怖いですよね。確かに一人やったら怖いけど、うん、好きなもん同士で集団で行く分には絶対大丈夫だと。まあ、うん、まあ誰かが助けてくれるっていうのはある。あ、その例えばこのまあお三方じゃないけども、うん、まあ他方でもあの同じ趣味系のやつで何かあった時はあの、あ、何かあったんじゃあさよならではないって、うんうん、そこまで冷たいやつは、そこまで冷たいやつはいない。その精神というか、それこそ僕ずっと好きだったキャメル届けるにちょっと似てるなっていう部分。あれってその素人の人が選ばれてっていうか、その大日本代表とかで今出てて、別に賞金とか当たらんないですよ、うん、まあ優勝しても楽でも取る気ぐらいし。でその各国から集まって、それこそメンバーが集まって同じとこ進んで一人スタートしたら、なんかそういうのにちょっと重なり、あ、まあ、勝手な妄想がこんなのやっとるんですけど、なんかあの仲間内っていうか、うん、そのチームに乗ってる人らって、うん、まあ、そういう山で遊んでる人らって、うん、多分みんな共通の思いちゃうかなと思ってて、僕ソロで最初、うん、何も右も左もよくわからんまま雪山一人で突っ込んどったんですよ僕はね。で動けんくなったわけですよ、うんうんうん、だけどそこで地元の和歌山のね、地元に乗りの人が助けてくれて、うんうんうん、その時の、うん、もう心細い気持ちを救ってくれたあの人たちっていうのは、うん、もう忘れられへん、はいはい、それって順番なんかなと思って、うん、今度自分ならそういうことを言るようになって、もし困ってる人やったら自分のせいで救ってくれたように、んうんうん、そういうジムにねそれがハマってたら、うん、僕はもう義務としてという意味でも、はいはいはい、やっぱ助け合わんとあかんっていうと、いや僕はもうあんまこのなんかそういう空気感っていうのは、はい、ほら限定公開でそういう助けられてたらしい、それもそうですね、あげとったじゃないですか。めっちゃ反対されたんですよ。あれも反対はされたんです。その例えば、まだ僕がジムに持ってたら、あ、助けに行けるなじゃないですか。まだ僕全然素人すぎて、助けに行ったら逆に足手まといになるじゃないけど、だけどこんな僕でもそういうのも協力じゃないと言ったらいいかな、なんかそういうちょっと力になれるんじゃないかな。なあたくんもう俺の家でトロロイジンで持ちつ持たれつっていう狭い世界なんで、持ちつ持たれつっていう感じで、あのチームね60代以上ぐらいのチームなんです。そうなんだ。から誰か行ける人おるっていうのに、はいはい、誰かハマったよ、はい、誰かハマったよみたいな感じので、その日都合のいい人が誰かが行くみたいな感じで、だけどそれってお互い様なんですよ。だから そういう世界を知らない人から見ると、もう本当にもう友達様様やねとかそういう話になるんですけど、危険な友達でしょとつるんでるのは、あんまりそういう感覚じゃなくて、誰かが頑張ったら誰行けるっていう、行ける人がいる。今はそれで、それは自分が助けてもらうこともあるし、お互い様っていう形で、友情というよりはもうそういう仕組みになってるというか、まあ、義務的な要素もありつつ、でもそういう使命感というか、助けに行く人も腕があるから、それを遺憾なく発揮したい、またその後できるっていうワクワクしながら生きてる部分もあるんで。まあ、あんまりそんななんかこうお涙頂戴的な話でもないっていうね。でもコメントでもらったらそれは否定はしないですけど、ね、うん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 、そうですね、ほんまに持つべきものともやみたいな感じにはなりますけど、そういう俺はあれで、はいはいはい、あの時に感謝してんで、ほんまあの時はほんま
申し訳なかったもんな。いろいろ全部してました。全部いろいろやってくれたからな。いや、いや、夜にタッコンさんのテント全部回収して。まあまあ。全部いいよ。そう、なんかもうハマった人の心理はほんまにみんな神に見える。僕ね、手折れた次の日、うん、手折れてね、この状態ですよ、うん、運転して帰ったもんな、高速でな。あ、そう、タコさん帰ったんですね、自分で。帰ったよ。その自分で、俺、次の日、そうか、会社に電話したら、まあ、こんなんなんで、こんなんでって言って、まあ、一応出れますんでって言って言ったら、で、病院には、うん、はその手で帰れるのって言われて、大阪までって姫路でな、半身を直してもらったんでしたっけ、寝る大変なのじゃ。いや、直してもらったっていうか、なんて言ったんやろ、とりあえず動くようになるんだ。もう体がバーンって鳴った時で、うん、もうシフトのこのレバーがボキッと折れたんですけど、まあまあとりあえず直してもらって、うん、骨が折れたらついでにシフトも折れた。いや、もう体ごとバーンって外に出てた時にボディ左に行ってるから、うん、多分腰で当てて、うん、そうそう、あのもうシフトレーがボキって折れた、うん、それを、タケさんが直してくれた、うん、あの降りる時にな、うん、タケさんと、あと2名ぐらいな女の人と、うん、3人で来はったんだ。タケさん奥さんとかそれわかりますね、うん、3人で来はった。それを降りるときに、タケさんがシフトレバーはとりあえず多分ボルトで直るからって言って言うてはって、でまあまあそれで直して、でなんかあのフロン、うん、ガラス全部割れてるんですけど、うん、全部ビニールでなんか貼って、うん、ほんで高速で帰って、高速でしか左手こんなんやけど、なんか固定してもらって、え、阿公の病院やな、うん、深夜の2時ぐらい、で固定してもらって、うん、ほんで、うん、右手1本だけで帰って、オートマやから、オートマやからできることで、一緒やったらできんから、うんうんうん、でその仕事出て、で手術して、で黒下に行って直してもらって、で板金はいらんからフロントガラスとサイドリアだけ直してくれて、それで24万くらい、板金はいらん、もう俺叩いてやるから、でやって、何でさんのジムにこれ結構分かりましたミッション、オートマですよ。ああ、プーさんの乗ってたのジムにはミッション、あ、ミッションとオートマ、あ、2段目3段目出たけど今はもう2段目。あ、その辺は出てんよな、まあ、そんなトラブルあった時にですか、僕そのミッションで探してたんだけど、やっぱなかなかない。大人でちょうどその痛風で腫れて踏み込めんから、大人でよかった。セブンさん、ガン押して、はい、いけた。